伊勢二見戸ばラインは、三重県伊勢市浅間町及び、伊勢市二見町港から伊勢6の基部町に至る道路である。三重県道路公社が管轄する伊勢二見、戸ば有料道路であったが、2017年3月11日に無料開放された。自動車専用道路ではないが、自動車専用道路と同等の通行規制が、なされている。三重県道37号戸ば松坂線や、 国道42号の一部であり、松下 JCT で第二世道路と接続されている。地域内の道路、特に国道42号と三重県道37号、鳥羽松阪線の交通渋滞の解消を目的として建設された。総事業費は335億円。世界祝祭博覧会の会場へのメインアクセス道路であった。開通により、伊勢市鳥羽市間が 約14分短縮された。伊勢 IC から浅間インターチェンジまでの道路両側に速道が存在する。国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課処別基本表交通量は、開通年の1994年に最高となる250万台を記録し、以降は平均160万台で推移している。ありがとうございます。